やってほしい曲あります？私にやってほしい曲はありますでしょうか。ドボンライブでドボンライブでやりたい曲、ドボンライブ瀬戸里、なんかやりたい曲やらせてくれるんですよね。そんなことない？どうしよう。エモい曲がいいな。だってなんかいろいろ見たんですけど、なんかやりたいのあるかなと思って。でも私そんなやりたい曲ないですよ今。みんなが見たい曲がいいなって思った。うん、ないとか言うな。だってない。ウルトラソウルやりたいなと思った。ウルトラソウル今日ずっとビーズさんのウルトラソウルが、あの稽古まで行く途中の電車の中でずっと頭の中に流れてて、 YouTube で見て、ウルトラソウル入れます。ウルトラソウル、一か八かでウルトラソウル入れます。なんかビーズ、ギャンブルすぎますわ。だってなんか AKB の曲であります。なんか全体曲、何がいいかな AKB の曲。なんか最近どうしようかな。最近 AKB の曲あんまりわかんないや。セブンティーンいいね。近いのに離れてる、いいね。なんか一周回ってウホウホホやりたいわ。ウホウホホにしよう。決まったね。ウホウホホやりたかったわ。じゃあ、うん、ひなないるしゴリラいるからちょうどいいわ。あのゴリラ見ると幸せになれんだよね。じゃあ皆さん、ユニット、ユニットなんかやってほしいユニットあります？クリスマス系の曲、待って、いつだっけドボンライブって。10月だよね。待って、なんかいい曲ない？世間で、世間でいい曲。 AKB のねやりたいユニット曲はもう一つ決まったから、あの一か八かでもう世間で、あの世間でもう聞いてみたい曲。でもあれやりたいんですよね。言って言っちゃダメ、絶対言っちゃダメな曲だから絶対言えないんだけど、そう
の曲好き、めっちゃ。めっちゃ好きなの。いい曲じゃない？歌詞がめっちゃ好きで、うん。うん、できるかな、できるかな。やりたいんですけど、めっちゃいい曲じゃない？できるかな。なんかいいユニット曲ないですか？なんか なんかないかな。でも皆さんだって私のセンターとか別に見たくないですよね。私はセンターしたいなって、もし自分で曲選べるんだったらセンターしたいとも思うけど、別にみんな私がセンターしたところで別に嬉しくないですよね。うん、見たいよ。だって、え、見たいですか？怒るよってきた。でもウホウホホのゴリラは別にやってほしくはないですもんね、私に。ひななのゴリラで OK。 ウホウホホって別にセンターとかないから、もし選ばれたとしてもゴリラは別にやんなくていいよね。うん、それはひなな。うん、それはそう。うん、うん、ね、ウホウホホめっちゃやりたくなってきた。これで応募するわ。え、待って、ユニットどうしよう。なんかおすすめのユニット曲あります？前回のユニット見たら、雨のピアニスト、蜃気楼、ジュックローネとパン、ハート型ウイルス、キスキャンペーン、ジッパー、アイムシュア、テモデモン涙、コップの中の木漏れ日、アボカドじゃねえし、それでも好きで虫のバラード、フラワーって書いてある。着たい衣装ある？ある、一曲。それはもう第一志望で書いた。でも第一志望がさ、こういうの通るじゃん。もう第一志望多分やれると思う。だからもうこれで多分決まりだから、他に無理なやつ。無理なやつ一個置いとけば第一志望が通るって知ってました？片方無理ならこっちしかないってなって、もうそっち選ばれるんですよ。そう、なんかおすすめありますか、ユニット？
そう、とんでもないのだそう。汚いやり方ねってきた。でウルトラソウルやりたいよ私。ウルトラソウルとウホウホどっちもやりたいけど、でも本当今日ずっとね電車の中でウルトラソウルやる妄想してたんですよ。ずっとどれだけ頑張ればってずっと電車の中で妄想してたんですよ。ウルトラソウルって言ってずっとね電あの妄想してたんです。だから本当にやりたいから書きます。でユニット曲どうしよう。携帯のさ液晶がめっちゃ割れてんだけど、このガラスのシートが早く変えたい。どうしよう、なんかおすすめのユニット曲あります？なんかいいアイドルさんの曲ないかな。あい、なんかキャンディーズさんとかで、あ決めた、年下の男の子にしよう。あの曲いい曲だよね。いい、めっちゃ好き、年下の男の子、ここにしよう。昨日やってた、え歌唱力でやってたんですか。ずるい、私もやりたいこれ。じゃあ入れよう、年下の男の子。楽曲以外でやってみたいことありますか。マジックショーマジックショー、どうしよう。楽曲以外でやってみたいこと、前回何したんですかね、このドボンライブって。 MC 中とか MC とか、ドボン川柳なんじゃそりゃ。本当だ、ドボン川柳って書いてある。なんだろう、あその場でドボンせーのやりたい、楽曲以外でやって、その場で携帯出してせーのでドボンし、せーのでみんなでドボンして、ドボンしたいです。あとなんだろう、楽曲以外でやってみたいこと、ドボン、楽曲以外でやってみたい MC 企画なの。これでいいか。今回の企画内容以外でのご要望があれば教えてください。どういうこと？どれだけ頑張れば。これはもう締め切りすぎてて早く出せってきた。やばい。
画内容以外でのご要望があれば教えてください。レッスンちゃんとしたいです、うんうん、大事。レッスンちゃんとしたいです。締め切り間に合う人が言うと説得力あるでしょ。ご要望があれば、企画内容以外でのご要望、16位以内に入ったのでご褒美ください。もうこのライブがご褒美だって。で、お弁当豪華にして、お弁当豪華だったら嬉しいです。お弁当豪華だと嬉しいです。ずうずうしい、締め切りすぎてんのに。こんぐらいかな、うん、レッスンちゃんとしたい。あ、撮影可能タイムはあるよね。だって言わなくてもありそう。お弁当豪華だと嬉しいですって。ご要望があれば教えてください。だから別にずるしくないよね。何こいつってなる。はい、提出しました。そう、楽曲は48グループ以外の曲でもいいんですかって言ったら、そう、マネージャーさんにも、そう、希望のアンケートなので、でとりあえず書いてみてくださいみたいな、ダメだったらまた聞きますって言われたので一応書きました。うん、っていうことで投票じゃない、応募しました。うん、なんかアンケート多すぎて、そう、混ざっちゃってたんですね、いろんな LINE と。そう、一人の方から全部送られてくるから、舞台のスケジュールとか舞台のなんとかとか全部、そう、いろんなアンケートとかも全部来てて、見過ごしてた。うん、キューボはもう終わりました。ばかりに夢じゃない、あれもこれも捨てない。
ね、ミスドのさチーズホイップチョコみたいなチーズホイップチョコみたいなドーナツ食べました？食べた人いる？チョコホイップチーズかな。ミスド名前がちょっとチョコチーズた違うなんだっけな、チーズホイップチョコレートだ。みんな食べてないか。で気になんだよな、美味しいのかな。なんかツイッターで検索したら美味しいって出てきた。チーズホイップチョコレート。チーズホイップチョコ。ツイッターで検索したら美味しいってあれ？美味しいとは書いてないけど食べますとは書いて。チーズホイップチョコがはちゃめちゃに美味しかったからいろんな人に勧めたいだって。お、チーズホイップチョコ中がレアチーズっぽい酸味があるクリームでした。チーズホイップチョコチーズ味のホイップとチョコの相性が抜群ですだって。チーズ味のさホイップってさどんな感じか想像つかないから食べてみたいんですよね。そう食べたいんです。そうだからでもここにも食べた人いない。食べたい。ミスドの担々麺高校生の時よく食べてたな。めっちゃね今膝にあざがあります。あちょっとほら見えます？ここ見てください。毎日稽古で頑張ったあざだと思うじゃないですか。違うんです。歩いてて狭くて自分の稽古場の椅子が椅子と椅子の間隔が狭すぎて椅子に膝をぶつけててできたあざ。稽古の時にできたあざじゃなくて稽古終わって自分の席に戻ろうって思ってもう椅子と椅子の間隔が狭すぎてぶつけてできたあざです。うん稽古関係ない。うん、うん、普通に痛かった。うんうん、椅子を蹴ったやから椅子を膝で蹴った人であざできたやからでした。うん、そうぶつけたんですけどね普通に。椅子硬い。椅子硬いよマジで。うん、話変わりますが純烈に新メンバー加入とのこと。そう純烈さんのさ純烈さんで抜ける方が小田井さんだから、私お父さんに純烈オーディション受けてよって言ったんですよ。そう小田が
小田原入ったら小田井さんが抜けて小田が入ったらなんかいい感じじゃないって思ってお父さんに純烈オーディションしてを受けてって言ったんですけどダメでした。うん、でもう決まったんだ。決まっちゃったんだ。うん、みんなも受けるチャンスだったのに純烈さん新メンバー。あ、本当だ、すごいイケオジですね。イケオジさん俺入りたいだって。もう間に合わないです。42歳だって。うん、チャンス逃したよだって。本当にみんなチャンスあったのに残念。うん、その情報もっと早く欲しかっただって。ああごめん、言うの言えなくて。なんでこのコメント欄で純烈さんに新メンバーが入ったってことを教えてくれたんだろう。こうまず教えてくれた方はなんで、すっごいなんでだろう。うん、そして輝くウルトラソウル、ヘイドゥン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 。なんか稽古中にさ、なんか演出家の方が喋っててさ、なんか突然なんか歌歌い出してさ、ああみたいな感じになったらさ、あ知らないウルトラマンの歌とかって言われて知らなかった。ウルトラマンの歌知ってます皆さん？セブンセブンしか知らないんですけど、なんか突然歌い始めて、あこの歌知らないウルトラマンの歌みたいな感じで言われて、あ知ってますってセブンセブンしか知らなかったからすごく気まずかった。知ってますって言った。あ知ってます知ってますって。うん、どんな曲だったかな、思い出せない全然。ウルトラマンは光の戦士です。ウルトラマンは光の戦士で人を助けるもの。いい人。私はウルトラマンではない。ウルトラマンダークヒーローだから、ウルトラマンの逆。
ショールーム今日この時間でびっくりした。そう、今日結構早くね終わったんで、これが夜ご飯、夜ご飯。何食べるの？なんだっけ？美味しい食べ物。盾が多すぎてやばい。だから今までの舞台で一番盾多い。それはそうなんだけど。やばいです。今日は夜遊びってきた。どういうこと？夜遊びとかしないですよ。家、もう今日はずっと家にいます。なんか舞台帰りとか舞台稽古帰りとか、よく途中でお洋服とか見に行ったり、なんかお買い物したりとかするとき結構今まであったんですよ。帰り道にあーって今日早く終わったって服見に行こうとか、化粧品ちょっと見に行こうかなとかあったけど、マジでない今回。今ちょうど物欲がなくて、しかも早く帰りたいという気持ちが強すぎて、もう直帰。今までは本当マジお洋服買って帰ったりとかあったの、めっちゃ化粧品買って帰ったりとか、まあ、欲しいもんないけどとりあえず寄ってみようみたいなあったけど、マジでもう帰ることだけに必死。今はもうとりあえず帰りたい、家に早く着きたいっていう、だからお金使うのマジでパスモのチャージと、あとマジお茶とか買う、ご飯買うぐらい今マジで、それぐらいでしかお金使わない。全部お茶もご飯とかパスモで買います。昨日プレッツェルがあったんですよ。プレッツェルがパン屋さん行ったらプレッツェルが売ってて、私プレッツェルがめっちゃ好きなんですけど、プレッツェルってあんま売ってないじゃないですか。だからやったーって思ってプレッツェル買ったら、パスモでって言ったら、あ、すいません、パスモ使えませんって言われて財布出した。どうでもいい情報。そう、財布出した。プレッツェル大好き。今日はおにぎり買いました。2つ。おにぎり屋さんのおにぎり。美味しかった。おにぎり屋さんのトウモロコシおにぎりと、あとなんだっけ、なんか何食べても同じだって思って、おにぎりなんかおにぎり屋さんだから、トウモロコシは自分が食べたくて買って、あと1個は一番安いわかめご飯おにぎりにした。なんかコンビニでねおにぎり買わない、もう食べれないから、コンビニでも食べなきゃと思って高いおにぎり買うけど、そう食べれない時の方が多いから、
コンビニのおにぎりはもう買わない。うん、もうやめた。家で何食べてるの？ご飯。こんな可愛い方がいたんですね。 AKB 知らなくてすいません。だって桜私のファンを偽る桜だ。本当に本当に思ってくれてんのかな。ありがとうございますフフ桜じゃありません。だってえイエイうれしい。今日から9月、みんなよろしくお願いします。今日から9月やで。9月もよろしくね。イエイ。舞台楽しみにしてます。だってありがとう。頑張る。はい、じゃあということで、じゃあ今日の配信はねこれにて終わりたいと思います。ちょっと短かった。何分ぐらいやった。やば、40分もやってた。いつの間にか。はい、ということで、じゃあ皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。では最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位マコピー、12位ユユユ、11位フェアリー、10位ヒノト、9位 KK3500、 8位コーコー、7位アヤカン、6位ワイエセナーさん、あと傷つかないで結構頑張ってね、5位ユキちゃん、4位マーアットおだし、3位イセッチ、2位ボマ、そして1位はミホー。ありがとうございます。皆さん配信見てくれてありがとうございました。また明日の配信で。バイバーイ。